こんばんは、青紅ちかです。今回はね、マジックの公式のサイトでアップされた、1年に1回、マローっていうウィザーズのね、ゲームのデザイン周りだったりと、統括している方のデザイン演説っていう、1年に1回公開される、まあ、レビューというのかな。1年の振り返りっていう記事があるので、で、それが今日、8月の17日に公開されたので、ちょっとね、それを見て、そういえば去年からのマジックはこんな感じだったなって、ちょうど去年の1月あたりからコロナで、なかなかお店の方で遊べなくなったりとかしてた頃なので、ね、1年に1回の記事なんで、一回ね、これを見ながら、まあ、青紅的にはこんな感想だな、みたいな、こんな意見だな、みたいなのを、まあ、交えて、ちょっとね、みんなで読んでいこうと思います。ということでね、デザイン演説2021。2003年、ね、私が正規デザイナーになった時、あ、そんな昔からなんだ。毎年8月、マジックの1年の終わり、スタンドのオープン前ってことですね。に、マジックのデザインの現状について語る記事を書こうと決めたと。で、これはアメリカの大統領が毎年、合衆国の状況をまとめることになぞらえたものだ。あ、そうなんだ。まあ、なんかね、会社とかでも振り返ってやるよね。まあ、総決算みたいなものなのかな。ほい。でね、サイトの方に今までのアーカイブのリンクもあるから、まあもし気になる人がいたら読んでみてください。で、この記事は、前年のマジックのデザイン全体について評価をして、その年の良かったところと教訓について語って、で、各ブースター商品のについても順番にそれぞれ良かったところと教訓について語ると。うん。で、個人的などうのこうのよりも対極的なデザインについて語るというものであると。うん。去年のマジックのデザインはどうだったかっていうところから始めます。私はとても良かったと考えている。まあ、僕も良かったなと思ってます。まあ、禁止カード多かったけどね。禁止カードはね、どのセットにもその舞台となっている世界を反映した濃いメカニズム的特徴があった。ユーザーは新しいメカニズムにも、我々が選んで再登場させた古いメカニズムにも満足しているようである。そうだね。サイクリングとかも良かったね。この年の期待カードは様々なフォーマットでプレイされた。うん。ゲームに関連した問題について多くの反響があったが、全体としてゲームデザインにおおよそ満足しているようだった。まあ、アリーナが本格的に動き始めて、あとコロナっていうこと、まあコロナあんま関係ないか。マジックのカードって確か1年半ぐらい前には2年かな。デザインがほぼ終わってるっていう状態のはずなんで、まあでもデジタル方向に寄せたようなカードデザインだったりとか、その両面凸とかもそうだよね。増えたっていうのが、まあ最初はちょっといかがのもんかって思ったんだけど、まあ選択肢が増えたとか、事故が起きづらくなったっていうところとかを含めて、なんか僕は好きだったなって思ってます。もしかするとこのゲームデザインにはっていう、このちょっと僕が言ったこととはまた別の話なのかもしれないけど、マジックのデザイン全体、良かったとこ、マジックは大量に売れ、プレイされたと。ハスブロっていうウィザーズの親会社の、まあ、決算があって、で、まあ、僕、ちょこちょこそれ、その決算、まあ、半年に1回だったかな。違うか。クォーターだから、3ヶ月に1回か。3ヶ月に1回確か決算があるので、まあ、それをちょこちょこ見て、おー、ウィザーズ売れとるやんけー、みたいなのは、まあ、見てたんで、まあ、今更、そんな、驚くようなことでもないんだけど、今日語るべきことが多いが、まず最初に、マジック全体についての重要なことから始めたいと。2020年春、すぐに収束しそうな気配を見せない全世界的パンデミックの渦中にあることを踏まえて、我々は2020年の金銭的予測を立てなければならなくなった。我々はプレイと売り上げが、多分これ5時だね。下に降りるの加工だね。加工することを予想した。まあ、そうだよね。紙が遊べなくなるっていうところがね。でも、なんと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 昨年のマジックが記録を樹立した。マジックは過去28年の歴史の中で最もプレイされ、売れた。それはデジタルだけの話だけでなく、物理的カードでもそうだったのだ。ねえ、すごいよね。この1年は世界にとって苦しい年だったが、マジックは人々がそれを耐え抜く助けになったのだ。僕もね、イコリアとか、もう本当に、緊急事態宣言が出てた頃かな。ボックス買って、で、家族と、バックウォーズ、ずーっとやったりとかしてね、なんやかんや家で紙のマジック遊んでたよ。うん。あれは本当にいい時間だった。デザイン上の、芳醇さにおいて強固な年だったと私は考えている。
この年のことについて私が最も誇らしく思っていることは、舞台にした世界の芳醇さをメカニズム的にうまく再現していることに成功したことである。冒険世界、北欧神話世界、魔法学校世界、フォークトンネルの各セットがその世界をゲームプレイ上に具体化する。そうだね、特にフォークトンネルもすごかったね。フレーバーテキストとかね、魔法学校世界も講義とかとても良かった。北欧世界も氷雪突だったりとかね、本当にそれぞれの世界観をうまくゲームの中に落とし込んでる感じが僕もすごい好きでした。メカニズムやテーマの重要なところを捉えていたのだ。私はデザインチームがこの難しい仕事をうまくやり遂げたことを誇りに思う。あ、ここがね、本当にマジックの、なんだろう、面白さの根源だよね。本当に。で、セットブースターは成功だった。我々がセットブースターを導入したのは、この年で大成功を収めた。これは、マジックの歴史上、ちょっとさ、誤字多くない？大丈夫か？日本の、ウィザーズさん。カードの誤字も多いぞ。大丈夫か？ずっとしてきたことであっても、見直してユーザーが選んだ形でマジックを体験できる新しい方法を見つけられたならそうするという証である。この良かったことに1点教訓を添えておこう。ブースターパックの種類が増えるとユーザーの需要を正しく予想しなければならなくなる。そうだね、2種類商品が出ちゃうからね。このためストリクスヘイブンのドラフトブースターは発売初期に品切れになった。我々はそのようなことを二度と起こさないように完全に取り組んでいる。ああ、セットブースターじゃなくてドラフトブースターの方が品切れになったんだ。まあ、ちょっと絞りすぎちゃったかな。教訓、メカニズム的テーマをもっとうまくセット感に広げられるようにする必要がある。1年間に訪れる世界の数が増えたことでマジックが退屈なものになることは防げるが、その逆の問題に直面することになった。プレイヤーはセット一つ一つのメカニズム的テーマに心を躍らせるが、その後他の舞台で新しいことを始めるときに、そのテーマが放棄されたように感じるのだ。わかる。昔って、なんだっけ、ローウィンの時とかって、ローウィン、モーニングタイド、シャドウムはイーブンタイドって、4つだったりとか、その後のアラーラの時代も、アラーラの断片も、コンフラックス、アラーラ最短みたいな、1セットにつき3エキスパッションとか使って、その世界観を表してたっていうことがあって、で多分、ラブニカのギルド、ラブニカの献身、闘争対戦もおそらくそれに当たると思うんですけど、エルドレインから一個一個世界観が変わるっていうような作りになったんですが、やっぱりさ、なんだろうな、それぞれの世界観が素敵なだけにもっと掘り下げてほしいなっていう欲求がなんか僕にもあって、なんかね、これをね、昔のその2セットだったり3セットだったりとかで、その世界観をもっと掘り下げてくれる方が僕は嬉しいかな。うん。思っちゃう。なんかボリンクレックス、カルドハイムで出てきたけど、そんなに、もしかしたら物語の小説だったりとかではちゃんと書かれてるかもしんないんだけど、カードを見る感じでは、あんまりなんかボリンクレックスが関与してたみたいな、なんか雰囲気を感じられなかったから、その辺をね、改善してくれると、ちょっと嬉しいな。で、モードを持つ両面、MDFC、すごいな。は、私が望んだような一体感をこの1年間にもたらすことはできなかった。できなかったんだ。メカニズム的テーマセットをセット感で広げようというこの年の試みの一つが、一つのメカニズムを他の、知財を用いていない全ての本流セットに導入するというものだった。ああ、それが両面カードだったんだね。で、メカニズムとしておおよそ好評だった。僕も、まあ、デジタルに限っては好評だった。1年にまとまりを感じさせる上でいい働きをしたとは言えなかった。あ、じゃああれなのかな。んってことはもしかしたらイニストラードの夜明けからはもしかすると両面のカードはなくなるのかな。なんかそんな書かれ方がしている気がする。で、最大の問題は両面カードが非常に部品的であり、1枚入れたからといって複数枚入れたくなるようなものではなかったということから、連続したセットに入っていてもメカニズム的一体感がほぼなかったことである。まあ、世界観とは関係なかったしね。また、各セットでそれぞれの使い方が違っていたことで、フレーバー的にも一体感はなかった。わかる。エルドレインが、非常に強く、他のセットは目立たなかった。よく言われてるやつだね。これは私が監督している分野ではなければ、あ、そうなんだ。じゃあ何？エルドレインが強すぎたからって、マローが社長室に呼ばれるわけじゃないんだ。でもあれだよね、エルドレインの王権って、なんかマローがなんか10年以上だかなんだかずっと温めてたなんか企画なんだみたいな、すごいんだみたいなことを言ってたから、なんだろうな、マローがはっちゃけすぎて
カードパワーになったのかなって思ってたんだけど、実は違ったんだね。この年のデザインにあるものではないので、この教訓に並べるべきかどうかわからないが、この年のデザインに関して一番多かった批判がこれだった。エルドリンの王権のパワーレベルのせいで、この年の、楽しいメカニズム的テーマは平均的な年よりもプレイされなかったのだ。ユーザーはこの年のメカニズムや、テーマを楽しんだが、それに加えてスタンダードのイベントでもとプレイすることを望んでいたのだ。ツイッターと一個前の開封動画のところで言ったんですけど、エルドレインの王権確かにクソ強くて、で、出来事クリーチャーのセットだったり、あと、まあ今禁止になっちゃったんだけど、かまどを使ったシナジーだったりとか、エンバレスの封建だったりとか、まあ確かにカードパワー強かったんだけど、よくよく考えたら、イコリアのカードって相棒だったりとか、根本ヨーリオン、あとルーカ、あとなんだっけな、サメ台風、変容、あとサイクリングとか、なんかね、あとウィノータか。あのね、構築のデッキの根幹を担っているカードのなんか量で言うと、もしかするとイコリアの方が強かったんじゃねってちょっと思うところがあるんだけど、まあでもね、確かにエルドレインのね、特に出来事がね、クローバーがあった時がすごかったね。出来事クリーチャーとオムナスが合わさった 4C オムナスとか、オムベンチャーっていうデッキがあったんだけど、それとか本当にすごかったね。うん。闘争対戦からエルドレインの王権までのカードパワーは本当に強かったね。その印象は確かにもうこの2年間ずっとあり続けましたね。で、ゼンディカーの夜明け。じゃあこっからが間ね。この1年の振り返りだね。良かったところ。第2面が土地の両面カードは大好評だった。うん。良かったあれ。モードを持つ両面カードは比較的好評だったが、中でも第2面が土地のものは特に好評だった。その汎用性、そして両方の面を簡単に管理できることから、最高評価を受けるメカニズムとなった。うん。神話レアのね、3点食らうけど、アンタップインできる土地とか、ものすごく使いやすかったからね。やっぱね、いや、土地っていうメカニズム、マジックの土地っていうメカニズムすごい好きなんだけど、でもやっぱりね、マナフラとか、マナスクリューで、なんか負けると、やっぱクソゲーだな、みたいな感じで、ちょっと嫌になる気持ちが、やっぱあるから、ね。なんかそれを、ちょっとでも軽減してくれるようなメカニズムっていうのは、やっぱ嬉しかったな。プレイヤーは上陸の再登場を楽しんだ。ね、コブラ強いね。上陸は全期間を通しても好評なメカニズムの一つであると。エリダーの撤退とかもね、強かったね。ゼンディカーのとのつながりと、上陸カードのコスト付けを積極的にしたことから好評だった上陸の再登場は、ごめんね、これを忘れてるね。ほとんどのユーザーに 大好評だったと。我々が加えた新しいひねりについても多くの高評価が届いている。うん。なんか思ったよりも、グルール系のさ、上陸カードが使われてないのが僕は驚いた。ミノタウルス？ケンタウルスかな？神話赤の。6マナのミノタウルスがいるんですけど、あれとかもなんか全然使われてないの不思議だなって。結構カードパワー強いんだけどな。即用装備品は好評だった。ああ、よかったね。もう一つ、多くの好評を受けたゼンディカーの夜明けのメカニズム的テーマが、即用装備品だったと。もっと頻繁に作ってほしいという声がいくつも届いている。わかる！僕もすごい好き。やっぱりね、装備品出して、コストを使って、みたいな。なんかそれがなくなったのがいいよね。多分ね、ローテ落ち後、かなり見ることになる気はしている。特に赤白かな。装備品のね、シナジーが結構、ゼンディカーとカルドハイムかな。で、強化されてるから。パーティーの全体的デザイン空間が楽しまれ、リンケットでは好評だった。あ、そうなんだ。パーティーが、全く違う形で部族テーマを扱っていることに多くの高評価が届いている。また、パーティーの4部族それぞれに、また忘れた。4部族それぞれに濃いメカニズム的特徴を持たせたことで、単一部族かパーティーのどちらかをプレイすることができるようになっており、その両立も可能であったことも、プレイヤーが楽しんだ様子であった。なるほど。組テッドとかカジュアルだったら好評だったけど、パーティーは構築戦でその潜在能力を示せなかった。そうだね。パーティーは構築環境、特にスタンダードに入れた時に大問題があった。ユーザーはゼンディカーの夜明けの前、あるいは後に、その4種類のクリーチャータイプがもっと登場すること。このテーマを構築で成立させられるようにするカードを出すことを期待していたと。その反応は次に部族テーマを多く取り上げるときに考慮されることだろうと。
このセットは再登場を求められていなかったものを再登場させなかった。これなんだろう、あれかな、フェッチかな。これはゼンディカーへの3回目の訪問、そして6つ目のセット。あ、そんなに裁縫してんだ。あれかな、ラブニカと同じ数になるのかな。そうするとこのセットにとある要素が入っていなかったという悲しみの声が多かった。最大の不満は同盟者の不存在だった。あー、そうなんだ。同盟者は最初と2回目の訪問では大きな役割を果たしており、フレイバー的には、パーティーが同じような意味を持っていたとはいえ、同盟者の不存在は失望を生んだのだ。様々なメカニズム的要素についてそういった不満は受けている。その中でも多かったのは、罠探索クリーチャー土地だった。もう一つ存在しなかったものとして大きく捉えているユーザーがいたものは、1回目の、訪問で大きな役割を果たしていたエルドラージである。確かにね、エルドラージが滅んだのかな、滅んだんだっけ。それらの不存在にもまして多くのコメントで語られていたのは、このセットがエルドラージの世界に与えた影響についてもっと見せてもらいたかったということだった。確かにアーティファクトの忘れ去られた日だったっけな、ぐらいでしかなかったもんね、エルドラージ要素。確かこれは3回目以降の訪問となる世界を訪れるときに考慮すべき問題である。他の解決方法としては、全体のメカニズムやテーマに関わらない1枚だけの連想させるカードを作るということもあり得るだろう。ドラッグするのが下手すぎるな、僕。すまんな。3回目の訪問で、新しいものが追加されていないように感じられた。まあ、上陸がちょっと強すぎたかな。もう一つ多かった不満は、今回の訪問で新しいものがあまり見られなかったというものだった。どこかの世界を再訪する場合、我々はそれまで見られなかった新しい側面を追加することが多いが、ゼンディカーの夜明けではそうはなっていなかったと感じていたユーザーがいた。振り返ってみると、過去の一面を取り上げ、それに世界の変化を表すような新しいひねりを加えることで、この2つの問題を解決することができただろう。興味深いことに、デザインは罠の新しい形を思いついていたが、最終的には枠の都合でボツにしていたのだ。そうだね。キッカーとかも別に新しくなかったしね。でも、まあ、両面土地がかなり衝撃的なデザインだったけどな。そこは本当に評価されていくべきかなと思ってます。で、逃走者レジェンズ。最近ね、僕も逃走者やってて、まあ、配信とかでは載せてないんだけど、ディスコードとかでちょこちょこね、他の配信者さんとかとやって、ニブミゼットの呪文メインじゃなくて、なんか、ドラゴンメインのデッキを使ってます。プレイヤーは新しいリミテッドのフォーマットを楽しんだ。そうなんだ。逃走者戦はこれまで構築フォーマットだったので、多くのプレイヤーは我々がリミテッドにする方法を見つけたことを気に入った。逃走者戦をドラフトに適用させたことについて、特に、ドラフトを成立させるための多色のアンコモンや単色の共闘持ち伝説クリーチャーの利用について、多くの肯定的コメントが届いている。なんかボックスを買うと、紙がついてたんだけど、そこに確かにリミテッドのやり方みたいなことを書いてて、まあ、一度もやらずに向いちゃったな。コロナってこともあってね、あんまりリミテッドを紙でやる機会はなかったね。プレイヤーは、過去のマジックの話へのなんだこれ、逆光なんていうんだが大好きだった。このセットにはドラフトを成立させるために、多くの伝説クリーチャーが必要だった。我々がその枠の多くを使ってマジックの昔のキャラクターに光を当てたことに興奮したというプレイヤーからの多くの反響があったと。あんまりね、昔のカード詳しくないけど、ちょっとわかんないんだけど、確かにね、知らない伝説のクリーチャーいっぱいあったね。あれ、逃走者レジェンズで初めて出るようなカードじゃなかったんだね。プレイヤーは、クールな逃走者のデザインを楽しんだ。フレーバーに加えて多くの伝説のクリーチャーの、デザインが独特で楽しいものだったというコメントが多く届いている。この製品が、斬新な逃走者戦デッキのひらめきを生んだという投稿やメールも無数に届いている。そうなんだね。まあね、EDH やってる人多いからね。プレイヤーは、今回の再登場を喜んだ。このセットに入れた様々な再登場についても肯定的反響が多く届いている。じゃあ、まあ、ほとんど肯定的だったんだね。いいセットだ。ドラフトフォーマットの改善について多くの提案があった。多くのプレイヤーは我々が逃走者戦をドラフトできるようにする方法を見つけたことに心を躍らせていたが、その実装方法については多くのコメントがあった。再びこの製品を作るとしたら、何を変えられるかについて、逃走者ドラフトを通常の構築逃走者戦と切り分けるというものから、もっと近づけるというものまで、
多くの議論があった。再びこの製品を作るとしたら、我々がそれら、様々な提案すべてに目を通すのは間違いない。このコメントに関して、もう一つ言えば、リミテッドフォーマットをグダグダにしないようにするため、このセットには高いレアリティにもっとゲームを決めるような爆弾が欲しいと感じたプレイヤーがいた。構築の、闘争者戦をねじ曲げるカードがあった。このセットには革新的で楽しいデザインが多くあったが、構築の闘争者戦にとって良くないとか、プレイヤーに感じさせるものも少数あった。今後伝説のクリーチャーを作るにあたって、どんな種類のカードを作るべきで、どんな種類のカードを作るべきでないのかという大量の反響が届いている。なんかみんなちゃんとメッセージ送ってんだね。なんかアンケートにお答えくださいみたいなのあるじゃん。なんかね、あれじゃないタイミングでも、なんか僕もちょこちょこウィザーズに送ってて、なんかね、ウェブサイトのここ間違ってますよみたいなところから、ヒストリックブロール、100枚ヒストリックブロールを工場化してくれみたいなね、ヒストリックブロール過激派なんで、問い合わせとかをね、ちょこちょこ送ったりしてる。だからね、みんなも多分ね、声を上げるとね、いいかもしれん。ウィザーズはちゃんと聞いてくれるかもしれん。サイトのやつもね、なんか1ヶ月後ぐらいに直ってた。一部のカードは白にできた。闘争者に関して、現在開発部が取り込んでいる問題の一つが、フォーマット内のカラーホイールのバランスであると。最大の問題を抱えている色は白であり、コミュニティの多くのメンバーが白のカードとして印刷されることを願っていたカードが何枚もあった。色の競技会はかっこいい。この問題に時間をかけて取り組んでいるので、今後の1年でこの問題がいくらか緩和されることを願っている。まあね、白、確かに役割がちょっとずつ増えてきたみたいな話はあったね。黒も、エンチャント破壊ができるようになったりとか、それはいいことだね。デュアルランドも確かに白絡みはちょっと安いとかってあったから、ね、これで、オールゾフカラーだったりとかがちょっと人気増えてくれると、また楽しくなりそうだね。で、ハルドハイム。良かったところ、プレイヤーは今回のメカニズムを大体楽しんだ。このセットの全てのメカニズムの中で、最も肯定的な反響が多かったのは予言であった。でね、新しく新鮮に感じられ、この世界のフレーバーに合っていて、プレイ感も素晴らしかった。プレイヤーは多色の英雄譚の登場や、氷雪の再登場を喜んだ。僕も本当に予言はね、手札7枚以上あるのに、なんか第2の手札みたいなことができてね、特に、青を使って言うとやっぱドローとかするから、本当にいいデザインだなって思った。プレイヤーは、神々の両面カードを気に入った。我々は各セットにそれぞれ両面カードの使い方があるようにしようと考え、神々は好評だった。よかったね。プレイヤーは伝説であることの不利益を軽減する作付けになった。わかる。ことを楽しみ、奇妙な新しい闘争者を闘争者戦に投入したのだ。あー、なるほどね。裏面で出すみたいなこともできるのかな。すごいね。考えたこともなかった。プレイヤーはこの世界のフレーバーを大いに気に入った。ハルドハイムに関して最も多かった賛辞は、この世界がどれほど刺激的か、それぞれの業界がどのような独自の要素を持っているのかだった。特に部族要素はプレイヤーのお気に入りとしてよく扱われる。とはいえ、これには大きな欠点が。ね、世界観良かったよね。僕も好き。このセットは詰め込みすぎで、2つのセットにすべきだった。わかるわかるそうしてくれ。カルドハイムに関して最も多かった感想はやりすぎというものだった。10個の領海を1つのセットに詰め込んで息をする余裕もなく、その結果として、プレイヤーはこの世界のクールなものの多くを逃したと感じたのだ。ね、本当にもっと掘り下げてほしかった。全体として2つのセットにすべきだったという意見が多かった。何個でもいいよ。これは心すべきことである。我々は世界が1つのセットには大きすぎるかどうかを判断できるようになるべきである。そうだね。氷雪対策のカードがもっとあるべきだった。プレイヤーは氷雪の再登場に心を躍したが、氷雪基本土地でなく普通の基本土地を扱う動機があまりないことには不満だった。このセットにはもっと多くの氷雪対策カードが必要だった。モダンホライゾン2が、これに、をいくらか緩和したが、カルドハイムに必要だった。まあ、スタンには関係ないからね、モダホラ2。セットのメカニズムや、テーマへの対策カードをそのセットに入れることをうまくすることに我々は取り組んでいる。下神とかね。まあ、氷雪土地が3つ、氷雪パーマネントとか、3つないと3点にならんとはいえ、まあ、クリーチャー限定の稲妻って思うと、まあ、強かったからね。あと、負傷の安息地ね。確かに対策カードはもうちょっと欲しかったな。北欧神話にこだわりすぎた。そうだったんだ。
もう一つ多かった感想が元ネタの素材に近づけることに少しばかりこだわりすぎているというものだった。例えば、ほとんどの神々は既存の北欧神話の神々と1対1対応していた。元ネタの素材からのトップダウンカードを作ってもプレイヤーは問題視しないが、その素材から離れることも楽しむのだ。あ、そうだね。FF とかそうだもんね。現実世界の元ネタに触発されたものにひねりを加えることをもっと意識すべきことが分かった。ね、FF の芝なんてね、もう全然違うもんね。わかる。でも、カルドハイム本当にまた再放してほしいな。本当に好きだった。じゃあ、ストリクスヘイブン魔法学院。良かったところ、プレイヤーはミスティカルアーカイブを大いに気に入った。僕も気に入った。これのせいでめちゃめちゃボックス買った。5箱ぐらい向いたね。このボーナスシートは、あらゆる方向で成功だった。プレイヤーはサイロックカードを手に入れることを、喜んだ。またドラフトへの影響、状況を変動させることを喜んだ。あ、そうなんだ。様々なブースターファンのカードを喜んだ。ボーナスシートはもっと使う必要がある強力な道具だということが分かったのだ。そうだね。これはね、本当にそう思う。スタンダードのカードパワーが、そのエルドレインみたいな、とかイコリアぐらいのカードパワーでも、まあ面白いんだけど、もしカードパワーを落としながら、魅力セットを作っていくってなったら、やっぱりこのボーナスシートってありだなって思う。やっぱフォーゴトンレルムが、まあ、売れてないじゃん、正直。そのカードパワーっていうところもあると思うの。で、多分、ストリクスヘイブンもミスティカルアーカイブがなかったら、こんなに売れてないのよね。で、商売だし、で、まあ、普通のスタンダードでプレイする分にはほとんど影響がないから、あれだよね、ポケモンカードの、なんだっけ、スペシャルアート版みたいな、ちょっと違うかもしれないけど、ああいう感じの、その再録を、なんか特殊枠でやるっていうのは、本当に僕も歓迎かな。で、そこがきっかけで、下環境ちょっと興味持ってたりとかもできるから、ぜひね、これは今後もやってほしい。で、プレイヤーは呪文関連セットを楽しんだ。呪文関連は、プレイヤーが何年も求めていたテーマだった。どういうことだ？実行が非常に難しかったため、してこなかったが、ストリクスヘイブンはその方法を見つけ出し、そしてそのプレイヤーは楽しんだのだ。このセットで得た教訓を生かし、このテーマは少なくとも、他のセットで使う方法があるかどうかを検討できる。検討してくれー。呪文関連ってどういうことかな？唱えた時とかそういうことかな？あれかな？マギかな？プレイヤーはこの明るい雰囲気やトップダウンデザインが気に入った。わかるー！楽しかった。マジックの強みの一つがセットごとに雰囲気を変えられることである。ストリクスヘイブンでは通常よりも明るい雰囲気を実験にしており、多くのプレイヤーがそれを気に入った。これによってもっと頻繁に雰囲気を広げることができるということ、そして時折風変わりなセットをしても大丈夫ということがわかったのだ。そうだね。うん。まあ、エルドレインもまあ、風変わりだと思うけどね。プレイヤーは、我々が陣営セットで、いつもと違うことを試したことを高く評価した。陣営セットはいつも人気で、あれだね。ラブニカのギルドだったりとか、タルキールのジェスカイだったりとか、なんかそういうやつかな。今回は、陣営セットを少し違う形で試していた。まず、今回各陣営に独自のメカニズムを持たせず、各陣営ごとにフレーバー付けができるかな。広いメカニズムを選んだ。加えて、過去の2色の組み合わせと違う雰囲気の2色陣営を作ろうとした。これまでは、例えば、対抗色の、イゼットだったりとかは、ちょっと相反するようなカードデザインだったんだけど、確かね、今回は、あれなんだよね、有効色みたいな、なんか良さのところを組み合わせたカードデザインをしたみたいなことを、前の記事に書いてた気がする。ロアホールド、赤白だね。は、通常の赤白のアーキタイプと違っていたことで多くの肯定的感想を受けたが、あ、そうなんだ。教訓、学校と対応するギルドにもっと差をつけてほしいと思った。プレイヤーがいた。なんかイントネーション変だった。ファンドリックスは、そのフレーバーに関して肯定的反響が多かった。が、メカニズム的には、シミックに似すぎていることが批判された。まあ、カウンターとかね、多かったしね。熱烈なプレイヤーから、多かった要求は、すべての学校をロアホールドぐらい刷新して欲しかったというものだ。それがそれほど熱心でないプレイヤーにも成立するのかどうか多少疑念はあるが、次に陣営を扱うときにはもっと進めることができるということは分かった。両面カードはやりすぎだった。
土地両面カードと神々両面カードは好評だったが、ストリクスヘイブンではこのメカニズムを少しばかり推し進めすぎた。最大の問題点は文章量が多すぎたことである。あー、どっちもあれだね、クリーチャーオア呪文インスタントソーサリーかみたいなカードが多かったからかな。まあでもカルドハイムの神々もそうだったよね。また、過去の2セットにあったようなテーマ的一貫性にも欠けていた。なるほど、確かに私はいつか、両面カードは再登場すると信じているが、カードの第2面にどの程度の文章を入れるべきかについては意識しなければならないと考えている。特にあの紙でやってるとさ、裏面で見えないから、まあ、あのシンプルな能力の方が覚えやすいし把握しやすいっていうこともあるんだろうね。それらのカードが何をするのか第1面を見るだけで分かるようにすべきなのだ。そうだね、それは大事かも。このセットはアメリカの学校を標準としすぎていた。そうなんだ、イギリスじゃないんだ。もう一つの感想がアメリカ以外の多くのプレイヤーから届いていた。今回の設定が現実世界の標準さを扱っていたので、国によって学校には大きな違いがあるという事実が目立ったのだ。興味深いことに魔法学院はその元になっているのがイギリスの学校なので、我々が使ったものの中にはアメリカの学校ではなくイギリスの学校を元にしたものがあった。とはいえ、ここで重要な教訓は、我々が全世界的なブランドであり現実世界の元ネタを扱う際には、それがどれほど民族中心的なものになっているか注意しなければならないということである。去年かな、去年確かにウィザーズがさ、黒人差別を助長するようなカードデザインのやつはなんか使用禁止にするみたいなあったじゃん。まああれにもちょっと近いものなのかな。ちょっと違うかもしれないんだけど、その世界的なブランドであるっていうのは多分世界にその影響を与える商品だっていうところもあると思うから。まあでも、まあぶっちゃけさ、ハリーポッターやったやん。だからね、まあ。そうだね、あのハリーポッターを見た人にとってはすんなり入ってきたエキスパッションだったんだろうけど、まあ、そうじゃない人にとっては、これは一体どこの学校の話をしとるんじゃんみたいな、なったのは確かに間違いないかもしれない。ね。よいしょ。モダンホライゾン2。良かったところ。プレイヤーはフレーバーやメカニズム的な振り返りを大いに気に入った。モダホラ2は基本的に、フレーバー的にもメカニズム的にも大量の振り返りを含んだマジックへのラブレターである。素敵な表現。主に熱烈なプレイヤーであるこのセットのユーザーは大いにそれを愛し、そしてそれらの振り返りの質や量に感銘を受けた。ダッコンとかも確かそうだよね。プレイヤーは過去のメカニズムが新しいカードになったことを喜んだ。マジックは長年の間に多くのメカニズムを作ってきたが、その中で本流のセットに再登場しているものは少ない。モダンホライゾン2では、メカニズムを少数のカードだけで再登場させる機会が生まれて、これによって多くのプレイヤーが満足した。大気とかがそうかな。サプリメントセットで、メカニズムを少数だけ体験できるようにすることは、間違いなく将来もっと使っていきたい道具である。そうだね。あの、スタンで使うともうなんか強すぎるみたいな能力は、ね、あの、極力こういうところで入れてくれると嬉しいかな。まあでもあの、ファイレクシアマナとか、一回使ってみたいけどね、アリーナで。プレイヤーは明るい雰囲気を楽しんだ。これ、あれ、明るかったんだ。これは基本的にストリクスヘイブン魔法学院と同じ教訓だが、1年の間に同じ教訓を2回得たことは重要である。特にドラフト可能なテーマとしてのリスの再登場は大いに愛された。あれは嬉しかったね。あれだね、じゃあもしかするとハイスクールミュージカルみたいな陽気なエキスパッションが出るかもしれない。プレイヤーが高い複雑さを持つことを評価した。モダホラーセットでは他の製品では使えないようなレベルの複雑さを手につけることができる。この高いレベルの複雑さを楽しむユーザーは、この製品が高い複雑さをもたらすことに大いに満足した。素敵デザイナーとしてモダホラーセットに関して私が最も愛していることは、他のどこでも使えないようなカードをデザインできるということである。そうだね。あの、スタンダードだとちょっと難しすぎるっていうような。だから、昔からマジックをやってる、そのちょっと、まあ、クロウトの人たちにとって、とても喜ばれるようなカードデザインができるっていうのは、多分、マローさんたちにとっても楽しいんだと思う。笑っちゃった。教訓やりすぎだった。まあ、ホグワークよりはいいんじゃない？高い複雑さとかで、楽しむ人は多かったけど、このセットはやりすぎだと感想を多く受け取ってる。これには、ブースターファンとして採用した多くの仕様も含まれていた。旧枠とかね。
最高の、複雑さのセットであることと親しみやすく把握できることとの間の適正バランスは我々が考えなければならない重要なものである。将来のモダホラーの、セットではもっと複雑になってくんだ。混乱を招くような不必要な要素は避けることができるだろう。あのエッチングホイールとかさ、なんだっけ、旧枠エッチングホイールがなんかどのおやつに入るみたいなやつとかさ、すごい複雑だったよね。あの辺はね、ちょっと緩和してほしいな。ああいうのをやるからね、多分あの印刷ミスもね多くなっちゃうんだよ。モダンフォーマットへの影響を憂慮するプレイヤーがいた。まあ、そうだよね、モダホラがね、もうね、あのホガークがね悪いことしたから、その性質から、通常スタンダードを経たカードだけが存在している。直接モダンフォーマットにカードを追加できるという性質を楽しんだプレイヤーは多いが、それによって不安になったプレイヤーもいた。で、我々がモダンホラ2のプレイデザインチームに投入したリソースは今後のモダンホラの、デザインにも投入しなければならないだろう。そうだね、あのまた新しい人がね、あのいっぱい入ってやるとね、また壊れを作っていくから、本当にこれは徹底してほしい。登場者戦向けのものが多すぎ、そして登場者戦には不十分だった。あ、そうなんだ。興味深いことにこの点で、矛盾した感想が届いている。このセットにはモダンの名前がついているのだから、モダンにもっと集中すべきと感じたプレイヤーがいた。登場者戦がもっと最もプレイされているフォーマットなので、全てのセットは逃走者戦に与えることができるものをもっと意識すべきだというプレイヤーがいた。この製品の正解はその中間にあるものだろう。なんかさ、個人的な意見なんだけど、逃走者戦ってさ、なんかあのユーザーの中から生まれた遊び方っていうじゃん。まああの一番人気だからね、あのウィザーズも手つけるっていうのはまあそれは当たり前なんだけど、どうなんだろう。逃走者戦をさ、ずっとやってる人とかさ、好きな人ってさ、公式が逃走者戦向けのカードを出すことって結構嬉しいのかな。なんかそれとも、いやーなんか普通に出してもらって、でまあその中から使えそうなやつを探すっていう方が楽しいっていう人の方が多いのかな。次、ダンジョンズ&ドラゴンズ。あ、ダンジョン&ドラゴンズじゃないんだ。フォーゴトンレルム担保。よかったとこ。プレイヤーはダンジョンズ&ドラゴンズをマジックのカードにした実装を楽しんだ。フレーバーテキスト最高だったね。このセットに関して最も多かった賛辞は、D&D って役所かなの、雰囲気図を、全体感とトップダウンの個別のカードの実装の両方でうまく再現したというものだった。特に D&D をプレイヤーしているプレイヤーからは、これは今までで最もフレーバーに富んだセットだという意見があった。わかる。カード名もちょっと覚えられなくなっちゃったけどね。まあ、でもね、やっぱ世界観いいよね。プレイヤーは、フレーバー後の仕様を気に入った。このセットでは新しくルール文の前に絶書体で、書いた文章を使ってフレーバーを加えることを試した。これを通常のマジックに追加してほしいという多くの声が届いてる。へえ、なんか日本だと結構否定的な声多くなかったかな。これはマジックの多元夢中の中でセットで使えないものではないが、これはカード名では簡単に表せない特性のフレーバーを再現する有効な方法であり、マジック向けに作られたものでない知財にこそ必要なものなので、我々はこれを他の知財のセット、ユニバースビヨンド、間にあのシークレットレイヤー の, あの他の IP とのコラボの商品でね、向けの道具として使うことを計画してる。あ、これいいんじゃない？これとてもいいと思う。でもさ、さっきも言ったんだけど、カルトハイムのさ、世界観を、やっぱ一つのボックスで語りきれないから、こういうところでさ、ちょっと、世界観をより感じられるようにしてくれると、僕は嬉しいな。クールなものを白に追加した。色の協議会で、現在進行中のプロジェクトの一つが、逃走者戦での助けにするために、カラーパイの白の範囲を広げるというものである。いくつかの新しいものがフォーゴトンレルム担保で初登場し、プレイヤーはそれに大いに興奮しているようだった。今後も続くことを約束しよう。あれかな？ドローの手段が増えたとかかな？ちょっとわかんない。もしこれ、こういうことだよとかって、わかる人いたらなんかコメントとかで教えてくれると嬉しいです。で、教訓。このセットはかなり賛否両論だった。すべての良かった点。は、不満の源でもあった。日本はそうだったね。マジックのカードセットを、別の知財で作ることを嫌うプレイヤーもいる。我々がカード化するものとして選んだことや、選ばなかったことに不満なプレイヤーもいた。なるほどね。この分野で最も多かった不満は、エルミンスターはどこだった。D&D のキャラクターかな。我々がカード化した手法が気に入らないプレイヤーもいた。
スケッチ版も賛否両論あったね。この分野で最も多かった不満は、ダラスクが、その本質を再現していないと感じたというものだった。フレーバー後の仕様が気に入らないプレイヤーもいた。フォーカス的に D&D を参照していることを嫌うプレイヤーもいた。黒枠でサイコロを振ることを嫌うプレイヤーもいた。ただしそれを好きなプレイヤーもいた。このセットは、多くのプレイヤーに強く愛されたが、ほとんどのセットに比べて賛否両論でもあったのだ。なるほど。そうだね。まあ、Twitter とか見ててもそんな感じだったね。僕は結構肯定的で、かな。やっぱ世界観が感じられるゲームって楽しいからね。フレーバーに富んだ、再録メカニズムを求めていたプレイヤーがいた。あ、そうなんだ。もう一つ多かった不満は、既存のマジックのフレーバーをふさわしいフレーバーで見たかったプレイヤーからのものだった。特に多かったのがパーティーだったが、あー確かに、ゼンディカーのパーティーはここでね、また再録されたりとか、使いやすいようになってると良かったかもしれん。他にも、レベルアップや出来事といった様々なメカニズムに言及されていた。我々は主に新しいデザイン空間を使って D&D の雰囲気を再現しようとした。ふさわしいフレーバーがあれば、過去のメカニズムを使うことを検討すべきという良い兆しになった。なるほど。フレーバー語と、能力語を混ぜることは混乱を招いた。あ、フォントだけだったからね。プレイヤーが、フレーバー語を楽しんだかどうかに関わらず、共通した不満は、フレーバー語と能力語を混ぜるのは混乱したというものだった。これはいい指摘であり、これについては将来もっと気をつけることになるだろう。あのね、アリーナのさ、バニラクリーチャー、その能力がないクリーチャーにさ、フレーバーが書かれるようになったじゃん。あれのせいでね、バニラクリーチャーがね、一見バニラクリーチャーに見えなくなっちゃったんだよ。あれはね、ちょっと不満だね。まあ、それぐらいかな、僕は。振り返り。これをもって、この1年の振り返りは終了となる。多くのクールな新しいことを試し、そのほとんどは成功したが、プレイヤーからの資料に富んだ感想がなければできなかった。ああ、いい言葉。なんかみんなでマジック作ってんだよっていうことをなんか書いてる感じがとてもいい。マジックの将来を作る上で考えるべきことは多くある。いつもの通り、各セットについての諸君からの感想を楽しみにしている。また、セットに関する諸君の考えに関する、関するや。私の考えに関する、めっちゃ関する言っとる。大丈夫か日本語訳の人。ちゃんとチェックしな。諸君の考えも聞かせてほしい。今年のデザイン演説記事によって、記事について、そして良かったところや教訓についての私の捉え方についてどう思うだろうか。まあ、よかったら英語でって書いて、英語で聞かせてくれた。それではまた次回、ミストラードのデザイン提出文書を公開する日にお会いしましょう。ということで、マロさんでした。そうだね。まあ、大方、なんか想像通りって感じだったかな。でも、本当に、一つのエキスパッションで一つの世界観を表すっていうのは、まあ、濃くて楽しいんだけど、マジックの世界観って本当に素敵だから、やっぱり掘り下げてほしいな。あと、その日本語版の、なんか物語がわかる書籍を販売してほしいかな。あとはアニメ化とドラマ化と映画とかと。なんかいろんなことやってくれると嬉しいな。シークレットレイヤーについては言及はあれかな、去年のやつだったのかな。まあね、まあそんな感じで、もう1年だったんだね。まあ、もうね、あと1ヶ月ぐらいでスタンがローテ落ちして、まあイニストラードで、また、ゼンディカー以降の、カードしか使えないスタンダードが来るんだけど、ね、楽しみだね。きっとこれまでイコリアやエルドレインで抑えられていた活躍しきれなかったカードたちが、まあ、活躍していくような環境になっていくと思うから。またね、刷新されたスタンダードをね、来月から楽しめたらなと思ってます。また今度のね、この元祖イニストラードのデザイン提出文書の時に、もしかしたらこういう動画を上げるかもしれん。ということでね、もし楽しんでいただけたら、いいねとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではお紅茶でした。またねー。